どうも高井です。コメントブロックに不満で私のアドバイスを聞けば良くなるだろうにと思っている人に知ってほしいことがあります。 YouTube は今年で4年目なんですけど、突破図は去年から始めました。つまり2年目ですね。その突破図でコメントっていうのはブロックできないんですけど、代わりに消すことはできるんです。ただ少しでも体勢つけようかなと思って、アンチ体制のためにコメント返し始めてるんですよね。でそのコメント返しの9割9分、ついてくるコメントというのはほぼアンチコメント、アンチの中でも俺が粛清してやったぜみたいな感じのコメント。よりこうイメージしやすい話すると、コーヒーのお店で私がコーヒーを入れてて、しかも私はコーヒーのお店はマスターだとします。この道10年20年ベテランだとしてね。でお客さんがコメントつけてくる人、お客さん来てその人たちにコーヒーを入れる、入れてたら、マスター分かってないな、もっとねこうやってね入れるんだよっていうことをね、全くコーヒー入れたことのない経験値ゼロの人がうんちくを語る。でマスターはすいませんねってするか、もしくはいやいやこれはうちのこだわりなんですよっていうか、二択だよね言うとしたら。皆さんどっちの方が親しみやすいですかね。私はこれは分からないんですけど、どうやってしかも的外れなコメントをつけてくるっていうのが今までなので、もしかしたらこの先的外れじゃない素晴らしいコメントがつくかもしれませんけど、ただ 99.9% 的外れなコメントがつくとしたら、皆さんブロックしません？私はブロックするべきだと思ってるんですよ。その人たちに従って、果たしてその人が従いすぎて潰れてしまったら責任取れんのって、いやいやそんなの鵜呑みにしたあなたが悪いでしょってなるわけですよね。だとしたら私はブロックするべきだと思ってるんです。皆さんどう思いますかね。私はブロックするべきだと思ってます。それでは。